東京ヤクルトスワローズ対埼玉西武ライオンズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはスワローズの先発西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかというのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。さあ2球目は何か、ストレートはわずかに外れました。3球目見送っています。ボール、インコースを落としました。インサイド落ちました。バッターは2番に入っている近藤。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは千賀、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。いいボールですね。はい、低めにストレートが決まっています。打ちました、流しました、高い打球レフトへ。バッターボックスは3番森、ツーアウトになっています。初球ストライク、155キロがいきなり出ました。惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。低め、ワンボールツーストライク。この低いボールは外れます。打ちました、さあこれからライオンズが守備につきます。バッターは亀井、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球わずかに外れてボール、今のはよく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボール先行です。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。いいとこ投げてきますね。ツーボールツーストライクです。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者のグラシアル。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターボックス坂本、ツーアウトになっています。最初は変化球できました、ボールになります。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。インコース詰まりました。2回になります。ライオンズの攻撃、バッターボックスは4番山川。スワローズ得点に動きはありません。0対0。インサイド落ちました。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど、いいコースだったんですけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール、インコースファウル。ここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。なるほど、そうですか。打ちました、レフトへ打球伸びる。バッターは DH 吉田。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、6番バッター岡本、ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。インサイド打った。さあそしてバッターボックスには菊池が入っています。怖いバッターが続きますね。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏には先制のランナー、まあ、ここまで無失点できてますんで、相手に先取点は渡したくないですね。なるほど、そうですね。これが3球目、打った、
2回の裏になります。さあスワローズ、この回は4番から始まります。中村が打席に入ります。ストレート打った。5番バッター吉田、大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ふわふわっと上がった。バッターボックスは6番浅村、ツーアウトになっています。この回のスワローズ打線ですが4球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。3回の表ライオンズの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の太田。スワローズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。まず大きく外れてボールになりました。際どい球、わずかに外れています。154キロ、ベース狙い、インコースに攻めてきました。まあ、インコースのボールに差し込まれないように気をつけたいですね。落としてきましたが、これは外れます。これでフルカウント。バント失敗、アウトを奪います。ここはゲッツーを取れればですね。なるほど。バッターボックスには代打の坂本、大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね。初球打っていった。怖いバッターが続きますね。さあ2アウトながらピンチは続きます。踏ん張りどころですからね、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。さあここでライオンズ代走を送ります。セカンドランナー、体に近いところ、高め際どいところ、見送りましたがストライクです。ワンボールツーストライクです。落ちる球を見極めました。5球目は何で来るか。変化球打った。ここでライオンズ守備を変えてきました。3回の裏に入ります。7番から始まるスワローズの攻撃、打順は下位打線に入っていきます。バッターは山本。スワローズ得点に動きはあります。さあここでスワローズ代走を送ります。送ってくるでしょうか。バントの構えを見せました。このバントは空振りになります。あ、よく見ましたね。膝元、変化球がわずかに外れています。バントしました。一塁方向きっちりよく。さあそして打席にはビシエドが入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあワンアウトになりましたがチャンスが続きます。まあ決めればサヨナラですからね、この流れで決めてほしいですね。走ってきた、インサイド打った、ホームイン、サヨナラ。なんとサヨナラで決着。鮮やかなバッティングでした。この人もタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくつ。